次の段階として P-47 の戦闘作戦について見てみましょう。このレッスンでは空対空射撃を取り上げます。50口径 12.7mm ブローニング M2 重機関銃が8門、両翼内に4門ずつ搭載され、1門あたりの最大装弾数は425発です。これは2秒間のバースト射撃を約15回、約30秒間の連続射撃が可能です。弾薬は戦闘機にとって燃料の次に貴重な消耗品のため、よく狙って射撃する必要があります。機関銃の照準は K-14 ジャイロ式照準器を使用します。敵機との距離から見越し角、リードアングルが表示されます。一時停止しますので、これらの操作方法を確認し、使い方を少しお話しします。これから攻撃するドローン機が本機を中心に旋回しているのが見えるでしょう。準備ができたらスペースキーを押してください。まずガンシステムの作動原理について話しましょう。実際にはガンセーフティースイッチをガンズ&カメラの位置にして操縦桿のトリガーを引くだけなのですが、それでは機銃が作動しない時に何が問題なのかが分かりません。システムの電圧を追って機銃がどのように発射されるか見てみましょう。これはトリガーを引いても何も起こらない場合の問題解決に役立ちます。スペースキーを押して続行します。機銃の撃発機構はソレノイド、電磁式になります。並走システムは全てバッテリー充電回路で動いているので、発電機で電源供給していてもバッテリースイッチはオンにしておかなければなりません。バッテリースイッチをオンにすると機銃の発射を行うための電源がサーキットブレーカーのガンリレー、軽電機から出力されます。このブレーカーが押されていないと機銃は発射されません。他の5つのブレーカーもシステムの一部ですが、それらは後で機能します。スペースキーを押して続行します。ガンリレーからの電源が操縦桿のトリガーへ届くまでに一連の安全装置を経由します。まず膠着装置レバーが下がっている場合、電気回路のスイッチが開いた状態となります。射撃を行うにはレバーを上げる必要があります。レバーを上げている場合、3つの設定を持つガンセーフティースイッチに電源が供給されます。カメラオンリーの設定はガンカメラとガンサイトと表記された調光器レオスタットを通して照準器に電源が供給されます。オフ設定は電気回路のスイッチが開いたままになり、各種装置への電源が供給されない状態になります。ガンズ&カメラの設定はガンカメラと照準器の電源を供給するだけでなく、電気回路のスイッチが閉じた状態となり、操縦桿のトリガーへ電源の供給が届くようになります。ガンセーフティースイッチをガンズ&カメラに選択します。スペースキーを押して続行します。あとは操縦桿のトリガーを引くだけで機銃が発射されます。これで電気回路が完成し、機銃を発射する軽電機の接点が閉じます。さらにサーキットブレーカーのカメラと4つのガンズを通してガンカメラの起動と各機銃に電源を供給します。各機銃のソレノイドが通電してボルト、油艇を解放し弾丸が発射されます。トリガーから指が離れ電源が遮断されるまで機銃はショートリコイル作動を続けます。ソレノイドは非通電になり、ボルトは所定の位置で固定されます。必要であれば操縦桿のトリガーを引いて機銃の試射を行ってください。スペースキーを押して続行します。機銃の弾薬は地上で装填されているので、電源を入れて安全装置が全て解除されていればすぐに射撃できますが、これは同時に飛行中機銃のジャム、弾詰まりを取り除く方法がないことを意味します。しかし一つの機銃が故障しても残りの機銃は正常に発射されます。スペースキーを押して続行します。機銃の仕組みは以上になりますので、次に K-14 ジャイロ式照準器を見てみましょう。ジャイロはバッテリーがオンになった時点ですでに作動していますが、照準に使うレチクルは先ほどのようにガンセーフティースイッチをカメラオンリーまたはガンズ&カメラに設定しないと見えません。
サーキットブレーカーのガンサイトと主電源制御盤のガンサイトの調光器を通じて電源が供給され、照準器のレチクルが表示されます。また、調光器のノブを回すとレチクルの明るさを調整できます。照準器内のレチクルが見えるかどうか、試してみてください。スペースキーを押して続行します。表示されるレチクル、照準マークは、固定式とコンピューティング式の2種類があります。固定式照準は、直径70ミリ、1.8 ミリの円管と、中央の十字で構成されています。十字の中心から15ミリ、0.4 ミリ下にドットがあり、その左右に斜めの線が引かれています。その円の中に鉄器の翼を入れることで、距離で弾道を判断するというものですが、これはバックアップとしてのみ使用されます。もう一つの、コンピューティング式照準が処理してくれます。固定十字の中心から下に30ミリ、0.8 ミリと40ミリ、1ミリの位置に空対地射撃やロケット攻撃の際に使用する補助メモリの応線が配置されています。これらについては後のレッスンで説明します。さて、ランプカバーを下に回してディスプレイを整理しましょう。これで十字以外の固定式標準が非表示になります。これはコンピューティング式照準がどの程度見越し、リードできるかを判断するのに役立ちます。設定できたら、スペースキーを押して続行します。コンピューティング式照準は、6つのダイヤモンドとドットのレチクルで構成されています。この照準器は、鉄器との距離が分かって初めて正確な照準となります。あなたの仕事は、照準器に正確な情報を設定入力し、6つのダイヤモンドで鉄器をぴったりと囲んだ状態を保ちながら、ドットを鉄器に重ねるように操縦することです。まず、遭遇する鉄器の翼幅に合わせるため、翼幅ダイヤルを設定します。正確な寸法が分かっている場合は、それに合わせますが、鉄器の大きさがはっきりしない場合は、単発機なら35フィート、11メートル、双発機なら60フィート、18メートル、4発機なら110フィート、34メートルを目安に設定します。今回のレッスンでは、P51 が相手なので、翼幅ダイヤルを37フィート、11.3 メートルに設定しましょう。スペースキーを押して続行します。この翼幅を利用して、簡単な距離を測る、スタディアメトリック方式を行い、距離を決定します。レチクルの大きさは、スロットルのツイストグリップでターゲットの見かけの大きさに合わせて調整します。そうすることで、コンピューティング式照準が距離を推定し、正確な見越し、リードを表示します。照準器側の距離ダイヤルを直接回して調整することもできますが、スロットルのツイストグリップを簡単に操作できるレバーや、スライダーにコントロールを割り当てておくと非常に便利です。今すぐダイヤルを回してみてください。ダイヤルに表示される最小の距離は600フィート、183メートル。最大の距離は2400フィート、732メートルです。ダイヤルに表示されている様々な距離によって、レチクルのダイヤモンドの円が拡大、縮小しているのがわかります。一時停止を解除すると、これによりレチクルも移動し、長距離での偏差射撃が可能になります。スペースキーを押して続行します。それでは、早速実践してみましょう。テクニックについて少し説明した後、ターゲットに何発か射撃してみることにしましょう。さて、非常に主観的ではありますが、第二次世界大戦と朝鮮戦争で同様の照準器、または類似の照準器が使用された時のテクニックを紹介します。一時停止を解除したら、旋回しているターゲットの進行方向の先に、機首を向けて追尾する、リードパーシュートを行います。そうすることで、ターゲットとの距離が一気に短くなります。機首の位置を保ち、ターゲットが見えるように追尾するのがコツです。準備ができたら、スペースキーを押して一時停止を解除してください。まだターゲットを照準に捉え、距離を調整する必要はありません。最も効果的な射撃を、距離ダイヤルの最小値である600フィート付近で行います。
ターゲットと一列に並んで翼幅を調整する必要があるまではレチクルの大きさはそのままで構いません。射程距離に近づいたら、ターゲットを照準に捉えて追尾するティアパーシュートに移行します。ターゲットの翼幅がダイヤモンド内にかかるまで、スロットルのツイストグリップをひねり、ドットをターゲットに重ねます。照準を安定させるため、最低でも1秒間はターゲットを追尾してください。狙いを定め、2秒間のバースト射撃を行います。ナイスショットです。最後のポイントとして、敵機を追い抜くときは速度を落とさないことです。ターゲットの後方に機首を向けてラグパーシュートへ移行してください。また機首を上げて待機速度と高度を交換することもできます。こうすることで優位に立ち、素早く再攻撃の体勢を整えることができます。もしよろしければ、これまで説明したことを他のターゲットで練習してみてください。実際の敵機を相手にするインスタントアクションミッションもいくつかあります。次は空対地射撃に進みます。このレッスンを終了するにはいつでもエスケープキーを押してください。それではお疲れ様でした。